この後ムービーに行きますので少々お待ち。こんにちは、福原遥です。そうですね、フルグラ30周年本当におめでとうございます。本当に私はフルグラが昔から大好きなので、関わらせていただけて本当に嬉しいなと思います。本日はよろしくお願いします。いつもの朝食、そうですね、本当に私は普通にフルグラに牛乳をかけてもうわーって食べるのが好きで、もうよく食べてるんですけど、今もちょっと地方ロケで撮影とかでホテルとかでやっぱり朝忙しいって時に、もう私はキャリーバッグにフルグラを詰めて容器も入れて、もう今も朝ホテルで牛乳かけてわーって食べてから現場に行ったりとか、アサイのアイスを一緒に入れて、で蜂蜜かけてフルーツをたくさん入れてフルグラと一緒に食べるのがすごく好きで、それは私だけの、はい、いつも流の食べ方ですね。福原さんのおすすめの朝食を、はい、実際にこの場で作っていただけるということなんですよね。はい、ではいきます。はい、まずお皿にヨーグルトを入れまして、フルグラを入れます。普段はご自宅でお料理とかもなさるんですか？そうですね、料理は好きなのでよくお家で作ったり、ブラウニーみたいなサイトに載ってるレシピがあるんですけど、はい、それもお家で実際作って家で食べたりもしてました。ブラウニーいかがでしたか？美味しかったです。もうザクザク食感がめちゃめちゃたまらなかったですね、はい、めっちゃてんこ盛りに。はい、ちょっと中身を選んで載せられてました、今。はい、私いつもフルグラ食べるときにこの袋の中でこのフルーツ食べたいとか、すっごいこんなになりながらいろんなフルーツ探していつも食べてるので。したらキウイを載せます。はい、ちょっと今日はおしゃれにもうこんなに、そうですね、フルーツいっぱいあったらもう私は全部入れたいぐらい特にこう好きなフルーツってありますか？でもやっぱイチゴは絶対フルグラには入れたいなっていうのと、あとバナナは結構よく入れますね。アサイにもすごく合うので、アサイと一緒に混ぜた時は必ずバナナは入れるかもしれないです。ブルーベリーを乗せます。で最後にブドウを乗せます。これは半分にカットしたものですかね？そうですね、はい、半分にカットしてあります。こんな感じで、はい、で最後に時期的に今は春ということで、はい、ちょっと可愛くしたいなと思うので、いちごをちょっと可愛くハート型ですかね。いちごハート型、あ、ちょっとカットを工夫されるんですね、はい、そうですね、こんな感じで。ハートに見えますね。見えますか、うん、よかった、ハート型にして。普段からお料理をされているということでいちごを切るだけでもよくわかりますよ。本当ですか、はい、よかった。では出来上がりました。お名前をつけるとしたら？そうですね、福原遥のお花見モーニングフルグラです。いいネーミングですね。そうですね、はい、そのこのハート型のね、はい、うん、を桜に見立ててちょっと春らしさを入れる、はい、フルグラのレシピになりました。